アンヌ・ダ・ランソンは、イタリアのモンフェラート公、グリエルモ旧世の日。イタリア5名、アンナ・ダ・レンソン。バロア家の文家アランソン家の当主アランソン・コールネと、ボーデモンハクフェリー2世の娘で、ロレーヌ・コールネ2世の妹であるマルグリットド、ロレーヌの次女として生まれる。アンヌが誕生して2日後に、父が死去した。1501年にグリエルモと婚約し、1508年10月に、 ブロワの聖祖ブール教会で結婚した。二人の間には三子が生まれた。1517年、長女マリーアが、マントバコフェデリーコ二世イ・ゴンザーガと婚約した。この結婚は後に、マリーアがフェデリーコの愛称、イザベッラ・ボスチェッティを毒殺しようとしたと夫に、訴えられ、解消された。1518年に、グリエルモが没し幼いボニファチオが行為を継いだ。 アンヌは、息子の、突然の事故死まで摂政を務めたが、新しい子に、暴夫の弟、ジョバンニ・ジョルジオが、カザーレ司教から減続して即位したため引退した。ボニファチオが死んだことで、再びフェデリーコは、マリーアと結婚することを考え始めた。1530年にマリーアは若くして死んだため、その妹マルゲリータに結婚を申し込んだ。アンヌは、ゴンザーがと縁続きになることを、 重要視し、1531年にマルゲリータは、フェデリーコと結婚した。1533年、ジョバニ・ジョルジオが、初出の男子を残したのみで死んだ。一公国の継承問題にもかかわらず、ハプスブルク家、ゴンザーガ家、サルツォ公国、サボヤ家がそれぞれ行為を請求することになった。実質的には、モンフェラート公国は、スペインの支配下に入った。 1536年、神聖ローマ皇帝カール5世は、マルゲリータパレオロゴとその夫フェデリーコ2世、ゴンザーガを、公国の支配者として認めた。このため、アンヌが、娘夫婦の名代として、モンフェラート公国の実質的な支配者となった。1540年に、フェデリーコが、マルミローロ弟子に、7歳の息子フランチェスコが、モンフェラート公くらいとマントバ行為を継いだ。 マルゲリータ・パレオロゴは、夫の弟、エルコレ・ゴンザー・が数ー・教と共に殺傷となった。アンヌは、公の場から引退すると、カザー・レ・モンフェラーとの彼女の宮殿に隣接した、ドミニコ会派である、シエナのカタリーナ姉妹修道院に入った。1525年、アラン・ソン・コシャルル四世が創生した。シャルル四世と、妻マルグリット・ドバロアとの間には、子がなかったため、 私的財産が、シャルルの妹たち、アンヌと、姉フランソワーズに残された。アンヌは、このアランソン家の遺産を、孫娘、イザベラ・ゴンザーガに相続させた。イザベラが後に、この相続を放棄したため、マルゲリータは三男ルドビーコに引き継がせた。ありがとうございます。